を閉める音、布団の外はまだ冷えて空気が凍ってる。そっと廊下を歩く音響く。不安に車あったままで静かに聞いてる。いってらっしゃいが今日も言えなかったな。帰ってこなかったらどうしよう。おはようが今日も言えなかったな。おかえりなさいはいつもの2倍。布団を剥ぎ取る。頭の中がやかましい。静かに聞いてる。何人目だ。何度繰り返す。空気読めないこの中。わりかし空いてる。いってらっしゃいが今日も言えなかったな。車にはねられたらどうしよう。なかったらどうしよう。おはようが今日も言えなかったから、おかえりなさいはいつもの2倍。から鍵を開ける音、忘れ物を取りに来たの、カラスが鳴いてる。